左中間破りました。高山は三塁回った。中継からボールが返ってくる。セーフ。鳥谷のタイムリーツーベース、タイガース勝ち越し。3試合ぶりのヒットがタイムリーツーベースになりました。鳥谷、2対1タイガースが勝ち越しに成功しています。早い打球が左中間へ転がっていきました。久保さん、高山も一気に一塁から帰ってきましたね。左中間のもうフェンスギリギリはもうずっと行きますよ、はい、ではあの